黒きフィルターがあるよ。ありますよ。バンバンあるよ。受け取った相手に見えるように書くなよっていうね。その説明会が予約可能なら満席になっちゃう。学歴フィルターにかからない42校っていう括りがあるらしい。本題始まりました。まずチャンネルです。さあ出ましたね、ニュースね。学歴フィルターあるんかい、本の底に学歴フィルターはあるんかいというね。はい、マイナビが学歴フィルターを使ってたことがバレちゃいましたというですね、ニュースが飛び込んでまいりました。いやー当然でしょう、あるに決まってるよ。はい、あるに決まってるけど、こんなミスでねバレちゃうっていうのはちょっと悲しいかなと思いますね。いわゆる、まあ、メールでね、書いてたわけじゃないですか。そんなさ、受け取った相手に見えるように書くなよっていうね。この大東亜以下、丸9っていうのがね、受信トレーに出ちゃってるわけですよね。このマイナビ新卒紹介事務局っていうのがね、大東亜以下丸9。なんか丸9っていうのがバカを表すらしいですね。全然知らなかったんですけど。ゲームから来てるとか、あとはビリヤードの何、9番を最初に入れちゃうみたいなんで、バカみたいならしいんですけど、まあそれはよくわかんないんですが、で、このね、新卒向けに、マイナビ新卒紹介2023年卒向けを利用するにチェックがついている方にお送りしています。プラス、大学が大東亜以下の方にお送りしておりますという形なんですよね。まあ、こんなミスする？まああるけどね、海外のあの、YouTuber とかインフルエンサーに送ったりとか詐欺メール送る人、そこには、まあ他の人たちのね、こうアドレスがバーって載ってたりもしたりするし、あとは何々部とかってね、書いちゃったりしてる人もいたりするんですけど、YouTuber 向けみたいなのがね、載ってたりしたこともあるんですけど、まあこんなミスしたら今の時代大炎上ですよ。まあついこの間もね、ありましたよね。この就活フォーラム行ったら、東大、東工大、一橋大、総大、経大生の方はこちらっていうのが、これがまたツイッターで回ってました。これ2017年ぐらいじゃなかったっけ、確か。の写真なんですけど、またちょっと回ってましたよね。そう、こういう風に、学歴差別があるよ、学歴フィルターがあるよ、ありますよ。バンバンあるよ。で、これが2017年でしょ。で、2013年にもすごい話題になりましたよね。6月1日、ある就活生がツイッターに出したやつなんですけど、それで、説明会予約画面で、大学名を2等コマ線で登録したとしたら、説明会が全て満席って出たけど、東京大学にね、登録してアカウントやったら、満席だった説明会がですね、予約できるように変わったっていうね、これ有名なやつです。この時にも、あ、学歴フィルターあるじゃないかよって言って、まあ、その就活サイトがすごく批判されたんですよね。で、こういうのは本当によくあることだと自分自身も思っているし、いろんな人が経験してきていることではありますね。まあ、自分自身も、まあ、慶応行ってて、それで、まあ、学歴フィルターとか、まあ、就活自体エントリーシートとかね、書いたことなかったんですけど、まあ、やっぱり言ってましたよ。周りの人、そういうのあるって。その、慶応じゃないところに入ったね、人たちも言ってたし、エントリーシートが全然通らん。それに対していい大学の人はすぐに通るとかっていうのは言ってたよね。そうなんですよ。まだこれが大きいですね。やっぱり説明会に参加できないと。その説明会が予約可能にならない、満席になっちゃうとかっていうもの、もうシステム自体に欠けちゃってるっていう。そしてエントリーシートをやっても学歴フィルターでもうそもそも全然通らない。見てももらえないと、そもそも人事に。なんてこともあったりしますね。で、他にもね、情報格差があると。だから自分のね、大学だとインターンシップの案内が来ないよとかね、説明会が開かれてないよとかっていうのはあったりしますね。まあ大学説明会よくやってますけど、それも差があるっていうことですね。まあ OB 訪問とかね、ああいうのでも分かっちゃったりするよね。あと、よくあるらしいのがですね、ウェブテストの合格点が高いってね、学歴が高いと試験が高得点になるとかっていうのをよく言われたりしますね。まあわかんないですよ。今はどのぐらい是正されてるのか、どのぐらい良くなっているのかっていうのは、まあわからないとこではありますが、やっぱりこういうのがあるんじゃないかっていうのはよく言われています。まあ言われたよ。自分自身、その周りの人たちにずるいずるいって、まあ、自分はやってないんですけどね、そもそもね。就活してないけど、もう腹立つって言ってた。その就活の場になって、こういろんなね、質問したりする時があると。で、そこで、大体何々大学の誰々ですみたいな風に、質問すると。で、そういう時にやっぱ、早稲田大学の誰ですとか、慶応大学の誰ですっていうのを聞くと、やっぱそれ以下の次第の人たちは、うーってなるってね、言ってました。その、味わうと。そして、なかなか受からない。内定が出ない。とかってね、泣いていました。はい。で、まあ今回もだから大東亜帝国。
ていうね、大東文化、東海大、アジア大、帝京大、国士舘か、または国学院とか思うと、へえ、2パターンの。でまあ学歴フィルター知らなかったんだけど、学歴フィルターにかかるかからないみたいなのがあって、かからない大学はとかっていうのがあるんだね。学歴フィルターにかからない42校っていう括りがあるらしくて、そんな全然知らなかったですけど、42校、42に分けるのかね、 AKB みたいだ ね、なんとか坂みたいな、そんな括りがあるんですね。でそれ見てみると、まず旧帝大ですね、北大、東北大、東大、明大、阪大、京大、旧大ですね。まあまあまあ、これはね、有名ですから、やはり旧帝大ですよ。で、関東の国公立大、一橋、はい。筑波、東工大、はい。東京外語大、お茶の水女子、はい。東京医科歯科、電気通信、首都大東京、ちょっと古いな。今はまあ、都立大に戻りましたね、はい。で、東京農工大、あ、そうなんだ、農工大。横国、横市、埼玉大、千葉大、ほいほいほい。で、関東、関西など首都圏の私立大学プラス名古屋の国公立、お、そうなの、慶応、早稲田、あ、慶応が先に書いてる、なぜかここのサイト、上智、うん、学習院、明治、東京理科大、青山学院、中央大、立教大、まあまあ、あっちだよね。あ、芝浦工業入ってんだ。へぇ、法政大、国際キリスト教大学、まあそうね、ICU 高いし。名古屋一律が入るんだね。やっぱ名古屋ではそういうんでしょうね。大阪府立、大阪一律、神戸、大阪外語、はい、奈良女子。で、関西の私立、関西大学、関西学院大学、立命館同志社、関関同立ってやつね。ここはフィルターにかからないと。なるほど。まあ、もうちょっといいね。え、あの、国立大入れてもいいんじゃないのみたいなのはあると思うんですよ。皆さんの中でも多分おると思うんですけど。やっぱ地域っていうのも大事なんだね。そういう感じで、いろんなものがあるんですね。やっぱね。学歴って、やっぱり。大事なんですね。なんかあんまり結構衝撃だよね。送られてきたらメールね、やだよね。普通に考えて、そんな括りにされてんだみたいにね、やだよね。自分も YouTuber 登録者何々以下とかさ、ね、そんなんだったらやだよね。まあ企業側がね、依頼してるんだったらフィルターをかけるなとは言えないけど、ただそれをやっぱ見せるようにしちゃうっていうのは、だいぶ問題だと思いますけどね。はい、皆さんはこのニュースどう思われましたか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。